荒木万寿夫、荒木一万俊夫は、昭和期の政治家。文部大臣、科学技術庁長,長官、行政管理庁長,長官、国家公安委員会委員長等を歴任した。福岡県三池郡岩田村に、小賀徹の四、男として生まれる。後に荒木氏か六の養子となる。八女中学校、旧制第五高等学校を経て、1925年。 京都帝国大学経済学部を卒業、定新省に入省する。5校、兄弟を通して、池田隼人と同級生だった。豊橋郵便局長、定新省簡易保健局第5原母課長、第2貸付課長、国務院総務調理次官、定新省航空局総務課長、管理部企画課長、電気庁長官官房総務課長、大臣官房秘書課長、 大臣官房企画課長、広島停心局長、軍需省電力局長、商工省電力局長を歴任の後、戦後の1946年を大牟田市長となる。翌1947年、修正資本主義の理念に共鳴して、民主党に入り、第23回衆議院議員総選挙に、旧福岡3区にて立候補し初当選する。以後当選10回。 足田人氏の側近となる。足田内閣大倉政務次官、民主党政務調査会長、改新党国会対策委員長を歴任する。1955年の保守合同後もしばらく、有田基一、志賀健次郎、小島鉄蔵らと共に足田派を維持し、やがて池田とのよしみで、高知会に加入する。1954年4月24日。 会期中に捜査当局から収賄罪に問われ逮捕、許諾請求がされたが、衆議院で逮捕許諾決議は、不許諾216票、許諾187票で29票差で不許諾となり、後に不起訴となった。1960年、第一次池田内閣にて、文部大臣権科学技術庁、長官権原子力委員長として入閣する。文章としては、 前任者の松田武千代とは対照的に日教祖は階級と総理年の上に立っているので共通の基盤がないとして距離を置く姿勢をとった。教育基本法改正を提唱したり、1961年には全国学力テストの実施を強行するなどし、池田定史政内閣のう一点と呼ばれた。この他文章時代の業績には中堅技術者養成を目的とした。 高等専門学校制度の創設がある。1968年には、第2次佐藤内閣、第2次改造内閣で行政管理庁長官権国家、公安委員会委員長となるが、1971年地元での公演の中で、公害など人風吹けば、なんということはない。カドミウムを染米枚は食べてやろうという心意気が大事だ。などという陳発言を行い品宿を買った。 1971年君一当局日大受賞受賞。1973年8月24日死去。去年72、趣味は囲碁で正解随一の腕前と評された。ありがとうございます。